APOD。2014年8月18日。インドネシアの星の奇跡。その日は、空と地、両方とも、いつ見ても違った姿を見せる日でした。そのせわしない大地では、遠方でスメル山が火を吹き、左側ではブロモ山の火口から蒸気が立ち上り、霧が立ち込め、インドネシア、東ジャワ州、ブロモテンゲルスメル国立公園の、丘と火山の間を縫うように走る道路を、車のヘッドライトの光が駆け抜けています。一方、うつろう空では、星々が天の南極を中心に円を描き、写真右側で流星が軌跡を残しています。270枚の写真から作り出された今日の写真は、6月中旬に、キングコングヒルから撮影されたもので、東から昇る月が景色を照らす中、2時間以上をかけて撮影されています。明日の APOD は、平らな土地を求めて、です。